にちは、シャンシャンです。今回は作品の鑑賞、外伝、夏の作品制作です。この作品は高い山や山のふもとの水域に流れ落ちる渓流の滝、蛇行してゆったりと流れる小さな川、森の下に人のいない家があり、雨上がりの静かな風景が描かれています。書は絵がありませんが、文字という正確な伝達手段があります。今も昔も変わらず文字を書き記すことで伝えられてきた世界、文字の持つイメージで読み手の脳に直接絵を想像させ伝えることができます。書道ではたびたび詩の一部分を取り出し書かれます。夏のじとっとした暑さを和らげてくれそうな涼しげな静かな詩、仰ぐたびに爽やかな風が吹いてきそうです。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。